です。マインドコントロール、佐藤卓さん推薦の本なんですけど、この中で現代の学生たちが社会に、新社会人になって出た後ですよ、なぜ縮まち人間になってしまう人が多いのかっていう話で、子供を教育する場合でも才能を育てる場合でも、この情報入力の原理非常に重要である。成果を焦り、多すぎる情報を与えてしまうと、受け手の方は興味も意欲もなくしてしまう。もっと悪いことに、自分で主体的に考えることをしなくなるという。この状況は膨大な情報に日々されされながら疲れ切って過ごしている現代人の少なからず重なる。成長途上の子供も例外ではない。テレビ、ネット、ゲーム、漫画、携帯、子供は今洪水のような情報に取り巻かれ、それに覚えた状態で育つ。子供たちの主体性や創造性や考える力が低下しているとしたら、そうした環境も影響も否定してやがたいだろう。子供をゾンビ化するには過剰な情報にされし続け、自分で考える暇も与えずに常に何かをやらせるのが最善の環境だからだ。まさに子供たちにとってそうした環境が自動的に実現してしまっていると言えるだろう。だからマインドコントロールっていうテクニックが教育に当てはめてしまう、まあ詰め込み教育じゃないですか。詰め込み教育して労働者を育てるっていう教育だったわけで、まあ、戦後教育の、ね、名残みたいなもんじゃないですか。もしかしてそういう詰め込み、ただ記憶する、勉強をただ続けさせるという行為、考えさせる時間もあったんだろうけど、おそらく情報詰め込み式なんです今でも。そこは変わらない。だからこそゆとりっていうのは、教育っていうのは中途半端に空中分解して終わってしまったんじゃないかなっていうことも考えられるので、今その詰め込みみたいなような教育戻ってるんだとしたら、それは完全に労働者を育てるためだけであり、ちりまち人間を育てる教育になってしまってるってことなんですよ。まあ現在は知りませんよ、どういうふうになってるか。ただ今も変わらないっていうことであれば、今もその指示待ち人間がほとんどだっていうことであれば、それはもう完全に教育が間違ってマインドをコントロールしてしまっているっていう、間違った方向に路線を、こっちがゴールですよって言って、そのね、生徒たちを間違って導いてミスリードしてるってことなので、もしねそういうふうに、なんでこう 今時の若者は指示待ち人間しかいないんだろうと思うのであれば、その教育が間違っているってことで、学校教育をね、見直す機会になると思って、こういう本を読んでね、考えてみてください。それでは。